良さげなこと言ってるから一滴ずつまあこう垂らしていくんですけど、うんうん、固いんで入れ替えてもいいし面倒くさいんでこのカタカタ容器が硬いそうそうそう、うん、でこの振動で、うん、あ微妙に出てるんででこれで油自体はすごい緩そうですよねそう柔らかいお湯でで塗った後につまんで、うんなじませて横に側面で側面でこう変速していく時に動くんで、うん、この横にしっかりついてたり入れたりとか、うん、ローラーの中に入ったりとかでまあいつも面倒くさいんで手でこうなじませたってビニール袋とかに手突っ込んで、うん、これでも全然ちょっとお高いんですよね2600円これで2600円うん、あ、シャバシャバだな柔らかいんで、うん、こまめに洗ってれば、うん、汚れが硬くなる前にささっと落としちゃうからで日曜日を走ってきて帰ってきて、うん、空拭きだけして、うん、でまあ軽く刺すときはそのままの時もあるし、うん、で次走るときにまた軽く塗ってあげて汚れその走ってきてすぐ拭いちゃえば固まる前だから全然簡単で取れちゃう走ってきてから拭くっていうのを全然したことなくてこの間みんなそうしてるって言って俺だけかな、うん、でちなみに今そこに吊るしてあるスポットが、うん、日曜日走ってきて帰ってきて拭き拭きしたチェーンの状態、うん、何もまだ実は塗ってないんで全然黒いあの粘っこいのとかないし多少油っ気はあるけど柔らかければ、うん、あのあれ洗浄剤って簡単に撫でればおうおうそれで洗車ちゃちゃっと、うんうんうん、なるほどね今回これからそうしようスイッチいい感じに隠れてるちょうど平らんとこで終わってる感じフロントから見てもほぼ見えないまあ出っ張りはあるけどいいっすね超すっきりいいねそれに引き換え感じがごちゃこれが普通だったんだけどないやいいね何もないねいやわがままを言った DI2 スイッチっていう感じで、でも指も微妙に手回し込むと人差し指も届くし、ああ本当だ。でなんか親指の、うん、程よい感じ。うん、まあどっちでもって感じ。乗ってるよあれか、ポジションによって。いいっすね。で次バーテープ巻き替えるタイミングでもいいし、なんかするタイミングで、うん、この出っ張りこの角みたいなこのスイッチ自体横のこのこれはいはいはいこれがね、うん、なんかあるこやつがね、うん、本来止める場合のタイラップを通す止めるって穴なんで、うんうん、次は邪魔だったらもうちょっと削っちゃおうかなあ使ってない穴ない、うん、そうすればこれがもう少し平らに、うんうん、内側はそんな目立たないけど、うんこれがちょっと気に入らなかった、うん、美意識に
美意識的に許せないで、うん、確かにね、うん、表面からでも全然見えない、まあ見えるけど、そんなにこの出っ張り感も少なく、ブレーキワイヤーも中入っちゃってるんだけど、はい、すげえハンドルがやっこいんだ。おお、逆にちょっとクルンって簡単になっちゃうから。立てるときとか、うん、ああフレームのとこまではまあ、うん、普通に行くんで、うん、パコーンだけ気をつけてもらって、ちょっと当てるの巻いてあるから、うん、でもペアリングしたし、これも何年はこれをだめ、ここのこの、これでここにあのマグネットでピタってくっつくタイプなので、うんうん、ユニットいらないでそのまま USB で、もう USB でもうそのまま挿せば充電できる、うん、了解です。最後に重量をチェックしようかな。この状態でついてないのはボトルケージぐらい、サイコンはついてる。7.835、まあ、ディスクになっちゃってる、うん、ディスク分とフレーム軽い分とかがもろもろついてない分がチャラって感じかな。さっき数字覚えてないや、でも同じような感じだった気がする。 7.385、 サイコンは取っちゃったか、まあいっか。工具なしでこんな感じか。よいしょ、よいしょ。今までのが、普通のクイックで、こっちにディスク用の設定にしてある、スペーサー入れたやつがあるんで、帰りはこれで。お、アルミのスペーサーで、ディスクの、スルーアクセル対応になります。でこのピンのこれが、そこがそう真ん中にあのこの止めてるこのところにピンに刺さるようになったので、それで落ちないように。見えるほど。で、これが邪魔か。あー本当。あ、多少逃げ。これ長いから。浅いからここで。あ、うん、ある程度はいけるけど。あ。こんなとラチェットじゃなくても、うん、大丈夫かな。長い6ミリ、うんうん、ボールになってればって感じ。ボールになってれば、うん、逆にこういうのがくるくる回すの、うん、干渉はないか、うん、はい、うん、まあ、これ以上倒れなければ、クランクとここに当たってるから動くことは分かんない、うん、オプションでなんかここってなんかレールってないんですよね。あそこにフックがあるんだけど、 あれちょっとな、上からもうこういうの、うん、まあ、ここで使わず吊るしちゃうとかっていうのも、うん、でもまあなんかそれがつけらんなきゃ、意外に詰めない感具の罠いや、そうなんですよ、詰めないんですよ、これ